Twitter でオープン開発が起こってるんですねでこれを作ってくれた人には約20万円ぐらいをお渡ししますよっていうでその上でどうなったかこれめっちゃ僕も驚いたんですけどたった4日でサービスが完成しました1日で8000本以上の記事を作ることができるんですね AI を読み込んでもう秒で記事になるんですよ約13秒間ですね13秒経ったらそしたらもう記事出来上がりましたこれってもう人間絶対勝てないじゃないですか 完全自動のサイトっていうのを AI にバンってやっといてそこに広告貼っとくじゃないですかそうしたら勝手に苦労所とか生まれるみたいな誰にでもチャンスがあるというか誰にでもチャンスが開けてる時代だなと思っていてどういうことかっていうと これ個人的にめっちゃ面白いと思ったんですけど、えっと、たった一人で巨大メディアを作る方法ですね。で、これ何が起こってるかっていうと、ちょっと、あの、順番に説明しますね。で、まず一つに、ツイッターでオープン開発が起こってるんですね。で、オープン開発って何かっていうと、海外のもうめっちゃ有名なインフルエンサーの人が、私たちはなんかこういうものを作るべきだ、みたいな発信をするんですよ。その発信を見たフォロワーの人っていうのが、ツイッター上で自分が作りました、みたいな感じでこう、リプライをして作っていくみたいな。 プロググラミング劇場みたいいのが起こっていて僕個人的にめちゃくちゃゃく楽しんでるんででるすけどじゃあ具体的にどういうものが作られてるかっていうと、バラジシって方がニュースメディアっていうのは記事を書いてるじゃないですか、記者の人っていうのが。記者の人っていうのは基本的にそのバイアスがかかっていますと、個人の考え方の偏りだったりとか、誰かちょっとまあ嫌いな人とか、嫌いな企業に対して記事を書くってなった時に、人間なんでどうしてもこう感情が入っちゃうじゃないですか。その感情を取り除くためには、だったら AI が書けばいいみたいな。全部その機械で自動化してしまえばいいみたいな。 まあそういう議論があるんですね。ここだけ切り取ってしまうとちょっと乱暴に聞こえるかもしれないんですけど、これ背景があって、そのニューヨークタイムズとかそういった大手メディアっていうのは、基本的に新しいテクノロジー会社っていうのを批判的に記事にすることが多いんですよ。で、なんでかっていうと、もうすでにリークされている情報なんですけど、ニューヨークタイムズとかっていう会社は、社内でも決まってるらしいですね。基本的に新しいテクノロジーとかっていうのはなるべくこう、ネガティブに表現しましょうと。これっていうのは、テクノロジー大好きな人からすると結構悲しいじゃないですか。僕ととかのテクノロジーっってててすすごごいいい人類をを良くししると思うし世界をすごい変え いくと思うんですねなのにそのニューヨーク・タイムズとかっていうその大手メディアがある意味そのバイアスのかかったしかも社内で IT 系の企業は悪く書きましょうってもう決まってるっていうのはリークされちゃってるんですねそれって良くないじゃないですかだったら AI に書かせましょうとって感じでバラジシって方ですねこのインド人の方なんですインド出身の方なんですけどが言いましたとでこのバラジシって方はツイートでこういうのを作るべきだって言うだけじゃなくてプラスアルファで賞金を設定したんですねこれ絵画でバウンティーって言ったりするんですけどパンティーってそのまま翻訳すると賞金ですねでそれで ai が記事をこう自動生成するみたいな。まあ、そんなツールを作ってください。で、これを作ってくれた人には約20万円ぐらいをお渡しします。よっていう。まあそんな感じのバウンティーを設定しましたと。とで、その上でどうなったか？これめっちゃ僕も驚いたんですけど、たった4日でサービスが完成しました。例えば、そのイーロンマスクさんとかがバズツイートを作るじゃないですか？で、そのツイートっていうのを持って行って、そのツイートの url を ai に読み込ませるんですね。で今画面見ると読み込ませてます。で、読み込ませた上で約13秒間ですね。13秒経ったらそ。したら 記事出来上がりましたこれ全部英語で出来上がってるんですけどこれそのまま自動翻訳すれば日本語版も作れます今まで記者がよく大手メディアとかって Twitter 上のものっていうのを引用しながら記事を作ったりしてるじゃないですか、まあ、それと同じことを記者とかがツイートを見てそれで記事を書くってやったら、まあ、少なくとも数時間かかるじゃないですかでも AI に書かせたらそれ13秒でできたんですねでそれで実際にできた記事とかっていうのもいくつか公開されてるんですけどもう質とか全然全く問題ないんですねそうなってくると記者 ほとんどもう ai に置き換え可能なんですでにもう現時点でほぼ完全に可能なんですね。だからこれ聞いてる方の中でニュース記事を書いてる方とかレポート系の記事を書いてる仕事をしてる人そういう方っていうのはちょっと働き方本当に考えた方がいいと思います。マジで多分 AI に淘汰されると思います。ここまでだけでもすごいじゃないですか。でもそれだけじゃなくて次の開発方針っていうのはすでに決定してるんですね。Web メディアプラスクリプト証明ですね。ここが次のトレンドだっていう話が結構出ていてこれは直近で出た話じゃなくてこの バラジととととかかかの方とかもずっと前からずっと言っっ前ら言てるんですよなんでかっていうと、今のニュースメディアとかって、情報ソースが不明確だったり、外部リンクを貼ってしまうと、読者がこう、サイトが離脱しちゃうじゃないですか。まあ、だから大手メディアとかって、引用元書かなかったりするんですね。で、これって結構良くないじゃないですか。で、そうじゃなくて、ちゃんと引用元も載せながら、で、かつ、クリプトの証明も載せましょうと。で、クリプトの証明って言われてもわけわかんないですよね。クリプトの証明ってどういうことかっていうと、e s a スキャンとかっていう、まあこういうブロックチェーンのエクスプローラー、まあブロックチェーン内をこう、探索するようなツールがある。 ですねこういうのを見ると全てそのクリプトで全て証明されていてでこのデータっていうのはブロックチェーンなんで全部改ざんできないんですよだから何かデータを取ってくる時っていうのはちゃんとこういった裏側にブロックチェーンとかっていうのを用意してでそっからあのデータを引用してやってくれば誰も嘘つけないじゃないですかしかも嘘ついていないことをブロックチェーン上で証明できますとでブロックチェーンってめちゃくちゃセキュリティ高くてもう世界圧倒的ナンバーワンですねビットコインって2009年ぐらいに生まれてそれでまあ20年ぐらい経ったんですけど今までハッキングされたことは一度もありません そんなシステムっていうのは世界に人とも存在しないんですね。で、それぐらいブロックチェーンすごいと。で、イーサリアムとかも一緒なんですね。イーサリアムのブロックチェーンがハッキングされたことは一度もありません。資金が流出したってことはあるんですけど、それはブロックチェーンのハッキングとはまた別の話なんですね。まあ、だからそんな感じで、めちゃくちゃその堅牢性があると。セキュリティがめちゃくちゃ高いと。で、そこをベースにして、いわゆるブロックチェーンっていうのがまあデータベースになってるわけですよね。そこから情報を引用してウェブメディアを作ったら、まあ、信頼性が高いというか、信頼せざるを得ないというか、まあ、そういう状況は出来上がるじゃないですか。これが結構 次のトレンドに起こるんじゃなないかなと思ってますで、その上で僕自身もこういった形でブログ運営とか情報発信をこれからやっていこうと思ってるんですね。で、それがラディカルトランスパレンシーって話なんですけど、あの、ウェブメディアとブロックチェーンですね。これをこう、くっつけていきましょうと。まあ、これめちゃくちゃ面白いじゃないですか。その上で皆さんに何を伝えたかったかっていうと、誰にでもチャンスがあるというか、誰にでもチャンスが開けている時代だなと思っていて、どういうことかっていうと、4日間で完成したって言ったじゃないですか。この AI で記事を作るみたいな。これエリックって方が作ってるんですけど、このエリックって方は、 Twitter 始めたばっっかかりっぽくてて自己紹介文とかも全然出てないんですけど彼はまだ大学生なんですねで学生であって、かつ、プログラミングも全然初心者で、100Days of Code っていうのがあるんですけど、この 100Days of Code 全部英語になっちゃうんですけど、100日間でその Python を学習できるみたいな。Python ってのはプログラミング言語。この 100Days of Code っても内容めちゃくちゃ素晴らしいのに、これなぜか全て無料でできたりするんですね。で、この大学生の方は、この 100Days of Code の無料リソースで学習をしましたと。で、それで AI が生成す アーテティクル AI が記事をを作作るシステムっていうのを作り上げましたとで、この彼っていうのはまだその Python っていう言語を85日間しかまだ学習してないんですね。それなのに作れた。めちゃくちゃすごくないですか、まあ、だからこれ見てる皆さんもおおすごいってなるじゃないですか。じゃあ自分もちょっと 100Days of Code みたいなやつで勉強してみようと。で、勉強しながら先ほどの AI がこう記事を作ってくれるみたいなシステムっていうのを自分で自作して、かつそれの日本語版とかを仮に作るじゃないですか。で、それを日本の世の中に発表しますよね。で、今それをやったら結構注目されると思うんですね。めちゃくちゃゃく バズが起きなかったとしてもそのかからは、まあ、すごいいいが出出ててききたたたぞとか面白い人が出てきたみたいなそういうのって全然思われるし、フォロワーも絶対増えると思います。もし作った方いたら僕にもぜひ DM してください。僕も全然拡散します。今ってそうやって行動力があって面白いことができたら、インフルエンサーとかも拡散してくれますし、もう全然そ、それだけで全然変わるんですよ。だからこれ聞いてる皆さんも、あ、AI かみたいな、自分全然できないな、みたいな。まあそういうふうにやめるんじゃなくて、自分もなんかできないかなとか。ただ AI に関してはプログラミングが関わってくるので、まあ難しいって 場合もも多いいいとと思うううんでですけどでもそそじじゃゃなななくてててててあ AI をこうやっっ学習していって何かかかのの自分の業務に役立てれないかなとか僕は最近思ってるんですけど、ブログ運営とかしてるとお問い合わせ届くんですよ。で、お問い合わせ僕は全部対応してるんですけど、まあ、ちょっとこう、めんどくさいなって思うことがあって、まあ、メール返信とかめんどくさいじゃないですか、普通に考えて。でそれで、それを例えば AI に学習させて、メールが届いたらそれの下書きっていうのを AI にこう自動的に作ってもらうとか、そういうシステムもまあ多分もうすぐに出てくると思いますし、そういうのを例えば探してみるでもいいですし、そういうアイデアっていくらでもいいですし、 でも出せますよねその常に考ええるるっってとととををすすれればででき思思うんですね、まあ、だからそそちょっと伝たたいと思いましたでその上でじゃあ参考までに僕自身 SE を結構得意なのでウェブマーケティングとかですねその上で僕だったらどういうふうに攻めていくかっていうので一つ参考例を紹介しようと思うんですけど先ほどのえっと AI で記事を作るってやつで約10秒ぐらいで記事が1本作れたじゃないですかってことは1日っていうのは86,400秒ぐらいあるらしいですね1日8万6,000秒ぐらいあったとしてで1本あたり10秒ぐらいで記事作れるじゃないですか ってことは、つまり、一日で8000本以上の記事を作ることができるんですね。で、これって結構破壊的で、どういうことかっていうと、世の中にはバズサイトっていっぱいあるんですよ。例えば、一番有名なのがバズフィードですね。これ海外の会社なんですけど、これは基本的にそのバズ、トレンドニュース、芸能人のゴシップとかその辺なんですけど、例えば、はじめ社長のこのツイートを見に行くじゃないですか。で、このツイートっていうのをそのまま AI を入れるだけみたいな。それで記事が作れてしまうと。AI で記事を大量に作れるんだったら、トレンドサイトって作りやすいじゃないですか。まあ、だからツイート ののトレンドってて常に見ておきますで、そしたら、バズってる内容とかって全然見れるじゃないですか。そこのツイートっていうのは全て AI に流し込んでいくんですね。で、流し込んでいくと、AI が自動で記事を生成してくれますと。で、それをワードプレスとかにアップロード、ブログにアップロードする。まあ、そしたら、一日多分100記事とか全然作れますし、100記事もちろん指痛くなるかもしれないんですけど、できるじゃないですか。でそれで失敗したとしても、これをやりましたっていうの例えば Twitter とかに書くんですね。そしたら面白いじゃないですか。もし僕のこれ聞いて、それやる方いたら、やった後に僕にそのサイトぜひ教えてください。1日100記事 ぐらい ai で生成して google にちゃんとインデックスされるか検索流入が来るかとかそういうのを確認したらそれってデータとしても実験としてはめちゃくちゃ面白いと思うんですねあの面白かったリツイートしますしぜひそれ見てみたいのでこういうチャンスをぜひ皆さんにこう掴んでいってほしいというかそんな感じに思っていますとで今ちょっと話してと思ったんですけど今言った流れって多分将来的にすべて自動化できると思っていてどれぐらいかなあと多分数年もしかしたら今年でできちゃうかもしれないんですけど自動化されたウェブサイトもう人間が関わってないウェブサイトがどんどん生まれてくると思っていて 先ほど言った僕のプロセス、Twitter のトレンドを見ます。そこからバズってるツイートを引き抜きます。その引き抜いたツイートを AI に投げます。で、AI が記事を生成します。その記事をサイトにアップします。これ多分アルゴリズムを組んだら全自動できるんですね。だからバズツイートが生まれる、AI が読み込んでもう秒で記事になるんですよ。これってもう人間絶対勝てないじゃないですか。こういった完全自動のサイトっていうのを AI にバンってやっといて、そこに広告貼っとくじゃないですか。そうしたら勝手に不労所得が生まれるみたいな。そういうの多分作る人も出てきますし、まあ多分 いけるんじゃないかなと思ったりもしてるんですね気になる方いたらぜひサイト作ってみてほしいですしあの僕の dm とかでいいんでぜひ教えてください